Yeah, 待ってたよ。実は僕もその腕輪に興味があるんだ。来てくれてありがとう。僕はダンジョンの最深部にいる。そこまで来れるよね。君はなんでデータドレインのことなんか知ってるの？さあ、なんでかな。
ザ・ワールドをプレイしていただき誠にありがとうございます。このエリアは構成データ破損のため大変不安定な状態となっており、正常なプレイができなくなっています。直ちにフィールドに戻り、ゲートアウトでタウンへお帰りください。リプス、
何かが壊れなきゃならない。人だって同じさ。わかるかな。
ジュローム。腕輪の秘密を知りたくてここに来た。でも僕を完全に信用してはいない。1と0だけじゃない。イエスとノーの間にある曖昧な領域を許容する。面白いよね、人間ってさ。
その魔法陣に近づいてみて。さあ、僕に見せてよ。腕輪を所持する者の力を。あれがデータドレインか。初めて見た。なんだと？ふざけるな！
怒ったのかい？知りたかったのさ、君がどれぐらい力を持っているか。あんまりヘナチョコだったらゲートハッキングのやり方を教えたって意味がないからね。ゲートハッキング？君はウイルスコアをドレインした。それには使い方があるのさ。ウイルスコアはプロテクトされたエリアの障壁を破るキーなんだ。もっとも腕は所持者以外が持っていても何の役にも立たないからね。ゲートハッキングのやり方を教えるから、カオスゲートに来てよ。データドレイン面白かったよ。まず僕たちとパーティーを組んで、それからゲートに入ろう。よし、行こう。あの、よろしく。されたエリアのワードを打ち込んでごらん。オートでゲートハッキングのメニューが開くはずだよ。プロテクトエリアのワードは知ってるよね。 BBS にあったでしょ。ワードはデルタサーバー、閉ざされし忘却の早急だからね。ね、ゲートハッキングにはウイルスコアが必要なんだ。必要なウイルスコアの数と種類はそのゲージでわかるだろう。必要なウイルスコアが揃っていればゲージが埋まってハッキング成功。その時持っていたウイルスコアは消費されて手元には残らない。一度ゲートハックに成功したエリアは
誰でも普通に行き来できるらしい。